よくできました。理事長、改まってお話とは一体どうされましたか？まあそうせかなくてもよいじゃないですか。ここへ来るのは随分と久しぶりでしょ。君の活躍は私の耳にも入ってきていますよ。いろいろ話を。それは光栄です。あいにくあまり時間がないもので本題をお聞かせ願いたいのですが。相変わらず釣れないですね。以前よりも釣れないんじゃないですか。君が多忙なのは分かっていますが、それを承知の上での相談なんですけどね。申し訳ありませんが、そのお話はお断りさせていただきます。では失礼。あ、ちょっと君、まったく釣れないですね。完全無欠もいいんですけどね、そのうち疲れてしまいますよ。知りませんよ。大きくなったら何になりたいんだい？そうか、聞いたか母さん。俺は立派な魔法使いだそうだ。そうね、お父さんは立派ですよ。いやー、これは楽しみだな。きっと国中で一番可愛くて立派な魔法使いになるぞ。
次、2067番オースティン君。なあなあ、お前の方の試験どうだった？手応えあったか？面接大丈夫だったか？まさか変なこと言ってないよな？あのさ、そんなのこの僕に聞くまでもないんじゃない？あんなの楽勝だよ。筆記も実技も思ってたよりずっと簡単だったね。それは困るね。君はきっと受かっているから。はい、気をつけて。どうしたの？ほら、ちゃんと捕まえていないとまた逃げられるよ。どういたしまして。あ、そうだ、君これを持っていて、誰にも内緒にね。
すごいな。やっぱり帝国騎士団はかっこいいよ。うん、憧れるな。だけど ISW に来るなんてどうしたんだろう。あら、あなたたち、あの噂まだご存じないの？俺の家へ連れて帰るわけにはいかないんだ。せめて濡れないように